らいたいです。なんなのお前それ。ディスってる、ディスってる、負けのフラグをつけるんだよ。その言葉がもうフラグつけるんだよ。じゃあもうやってる。あ、お前、やばい、地獄のスタンプル企画出たー。正義が出る予定だったんですけど、はい、リボンさんが、はい、なんと今日しか無理だと、プラス正義がこの買う時間に来れない、はい、イコールタイミングが合わなかったんですよね。合わないんで、はい、正義さんの代行としてターボーさんが参加しました。ターボーターボー参加ということでね、僕が1位で出ると思いますよ。で、ね、僕がビリで、なぜな、自信な、自信持っとけよお前。15,000円の設定金額。オーケー、レッツさあ、ということで、とりあえず買いたいものが、まあ決まってるっちゃ決まってるんで、それをちょっと買っていこうかなと思います。ぶっちゃけまあ、リボンは結構地味な服しか持ってないんで、まあ、ちょっと派手めな服っていうか、まあ、洋服系を僕は攻めたいと思ってます。ぶっ潰していく。やつの欲しいものは分かってんな。見とけよりも待ってやる。帰ってきました。勝たなきゃやばいって。もういや俺やっとこの景色味わう。あーしましたよ。ファーストインプレッションタイム。ファーストインプレッション。そうです。さあこんな感じです。はい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 。なになになに、はいはい、見たいよ。オープンズアイ。ファーストインプレッション1位の発表です。こちらです。おお、最下位の発表です。一応右です。おお、これ最下位。なるほど。だから理由としては、理由としてはパンツ同じようなの持ってるんですよ。おお、だからちょっとなっていうのはある。なるほど、なるほど、はい、ここからですけどね。はい、ほんじゃあファーストインプレッション1位の方誰ですか。僕でーす。まずインプレッション、最下位の方はこの方です。はい。はい。すごい。1分間のアピールタイムでございます。はい、いきますよ。レディーゴー。シンプルな T シャツですね。なんで買ったかっていうと、フリーサイズで、でかい方でも着れる、はい、で、なおかつ袖がね、長い。あ、ボーリーさんやっぱ袖が長い服が好きなの。あとやっぱりメンバーカラーのピンクを入れたり。あ、うん、で、これパンツ持ってるねって言ったでしょ、はい、これね絶対持ってない形です。はい。おお、すごい、超でかい。はい、1分です。はい、よりこのなんかアピールテーマが出ちゃってすげえ。よし、ファーストインプレッション2位のターボーさん、アピールタイムスタート。はい、ボンリさんは結局ね、月が好きなんですよね、まずね。メンバーカラーの T シャツ。はいはいはい、はい、で、それプラスこういうね、ちょっと黒な感じで、まあこれも月ですよ。これハーフパンツです。おー、ハーフパンツいい。なんか色味のあるズボンとかあんま持ってないなと思って、これを買いましたという所存。これですね、これはパンツです。まあ、ボリさん寝てる時が、判決の時が多いんで、結構デカめのパンツを買いました、はい、で、これです。これはテキーラです。テキーラ。この前ね、お酒何飲みたいって言ったら、テキーラが飲みたいって言ってたから。じゃあこれ、はい、終了。さあ、ファーストインプレッション1位の大輝さん、はい、アピールタイム、よーい、スタート。はい、僕がなんでこの2枚買ったかと言います。まずこれ1枚目、これオレンジのシャツなんですけども、前はそんなにあれなんですけど、後ろ見てください。あ、オフホワイトじゃないんですけど、これオフホワイトの柄が書いてあるじゃないですか。オフホワイトってやっぱおしゃれなんですよ、うん、プラスリモンさんがオレンジの服着てるのってあんま見たことなくて、これ赤色のシャツになってるんですけど、これ見てください、はい、これ裏表で結構柄がすごいんですよ。で、これ長袖なんですけど、僕これ全部自分で着てます。最初で僕でこれ結構ブカブカなので、リモンさんオーバーサイズ着るの好きなので、はい、全て僕でもでかかったのでちょうどいいです。生地が薄いので、はい、まくってでも寒かったりしたらこの長袖でも着れますし、まくってでも着れます。まくってもこれ、いやー、いや、すごいわ。すごいね。すごい。どう、身長的には揺れた。だいぶ着てますね、これ。おお、揺れてますね、これは。さあ、うん、次のあれですよ、本題の。そうです、アピールタイムですよ。これなんだよね、マジで。30秒のディス&アピールタイム、よーい、スタート。さあ、とりあえずね、ゲスなんていくらでも持ってます。はい、もうね、もういらない。さっき紹介し忘れたパンツ、めっちゃでかくておしゃれなんです。どうですか。いや、いいと思う。いや、これね、超オーバーサイズで、俺はね、こっちのファッションもやってほしいのよ。これはさすがにちょっと無理。さすがにちょっと無理よ。よ
し両方やってきたね。そう、持ち上げつつ、なるほどなるほどなるほど、技術がね、うん、タボさん、はい、よーい、スタート。ちょっとね、ノリのディスがね、もうね、聞くに耐えなかったな。結局ね、好きなブランドをもらうことが一番嬉しいと思うんです、僕は、うんうん、お前だってこれさ、まあこういういろんなファッションしてほしいとか言ってるけど、これお前の価値観をリボンに強制的に押し付けてるだけだからね。その女優と供給に合ったものを与えるということですね。終了ー。大輝さんのアピール&ディスタイム、ゴー。一言で言います、はい、まずあのブランドじゃなくてサイズが一番大事です。終了。で、これなんですけど白とか黒ってリボンさんめちゃくちゃ持ってるので、やっぱり僕白は合わないと思います。これリボンとか絶対に合うもん。俺これ絶対リボン好き、間違いなく好き。見た瞬間もうリボンに合うと思って一目惚れしました。僕が、僕これ着たいんですけどリボンさんにあげます。終了。おお、自分で終了した。すごい。これマジ本当に時間短いよね。そう、まだまだ言いたい。でもさ、時間内にこう言えないのがあるからちょっとね、面白みがあるよね、マジで。変に緊張感ある。そうそう、やっぱこの中でタボさんが一番長いわけです、僕は付き合い的には。そうですね、勝ってもらわなきゃ困るね。なんなんお前それ。ディスってる、負けるフラグをつけるんだよ。その言葉がもうフラグつけるんだよ。いやいや、もうやってる。あ、お前、あ、ちょっと待って、怒りデートした、怒りデートした。2位からいきますか。うわ、怖い。これ1位、3位、マジ怖いから。2位の発表です。マジ怖い、マジ怖い、マジ叩いて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 。ちょっと、あの、1回ちょいに行ってくれよ。ふざけんな、お前。お前、いつからやっぱ、めっちゃ面白いな、お前。おもろいな。おもろいぞ。ふぅ、うわーい。これさ、2人でやってるからさ。ふぅ、うわー、気持ちいい。ほんとに、ほんとに、ほんとに。よっしゃー。マジで本当にヤバ、これもう本当に。はい、ほんじゃあ2位になった俺の理由をお願いします。あのね、ファーストインプレッションとアピールのギャップがすごかった。俺はギャップね、ギャップ。さっき持ってるって言ったじゃん、俺やっぱこういうパンツのタイプかと思ったら、やっぱ見せられたらやっぱ違う。そう、置き方上手かったんですよ。はい、それでは、叩かれた方が頼む1位でございます。俺俺俺俺俺俺俺、さあ長年の付き合いが勝つのか。でも、マジで本当に頼む。本当にマジでちゃんと選んだんだよ。新しい。これはな。これは。ごめん。一回画角から離れる。叩かれた方がセーフ。よっしゃ、お前またビリになったな。ハハ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 ハ。好きなブランドいっぱいあったら嬉しいでしょ。俺だったらロフト好きいっぱいもらったら嬉しいけどね。君は、それでもそれはあなたでしょ。そうだ。あ、お前強要じゃんそれ。 お前クリティカルだよ今の。あと一つ、お前らゼムでも言い過ぎだからな、言っとくけどこれ切れっからリボ普通に。待って、一つ言って、これ L でしょ。ゲスって、うん、多分小さい、そう、小さい。逆です、これ M でもあの結構大きめの人切れって店員さん言ってました。で、別に俺デブって言うてねえし、うん、え、俺のことデブって言ってんの。お、あ、お前全部自分に返ってきてる。いいよいいよ、どうせ俺ビリだってもん。あ、喧嘩するな、喧嘩。お前この企画やると絶対オラオラになる。あと、それこそなんですけど、あの、このパンツなんですよ、問題は。あ、ボリさん、寝てる時、判決の時が多いんで、結構デカめのパンツを買いました。多分自分で分かってるよね。俺のこと判決でバカにしてる。飛び入り参加のサーボーさんが全額自腹ということで、ごちになります。ごちになります。面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。お、ほらあ、1万と5千円、ほら、な、なんのこれ、なんのかね、なんのかね、昨日のやつじゃ、サンプルのやつ、ほら。父さん、父さん、うっす。ほら、これもう、あんな、取ったろうが、もう取ったろうが、受け取ったろうがよ、これもう。マジで、うっす。